2010年のスーパー GT は、2010年3月20日21日に、鈴鹿サーキットで開幕し、10月23日24日に、ツインリンクモテギで閉幕する全8戦と、11月13.14日に、富士スピードウェイでのオールスター戦のシリーズである。オールスター戦の復活2003年より行われていた、オートポリスでのレースがなくなり、全8戦となったが、 2004年以来行われなかったオールスター戦が復活する。車両規則2009年のフォーミュラ日本に続き、排気管出口へ三元触媒の装着が義務付けされる。GT500 クラスの車両は、1台あたり年間3機を超えるエンジンを使用できなくなった。4機目以降を使用する場合、それらのエンジンを初めて搭載したレースでのスタート順位を10グリッド。 降格するペナルティが課される。競技規則ルーキーテスト初めて GT300 クラスに参戦するドライバーなどに対し GTA はルーキーテストを義務付けた。テストは公式テストの最中に行われ10週連続で走行した際の運転技量をハットリー・服部直樹ドライビングスタンダード・オブザーバーらがチェックし適正を判断する。第2戦では6名。 第3戦では3名が合格した。GT500 ウイダー HSV-010、GTGT300 これまで、テレビ、東京系列の地上波で放送されてきた、激走。GT が3月で放送終了となり、フジテレビが新たに放映権を獲得し、スーパー GT コンプリートを主に深夜枠に放送した。また、 これに伴い BS デジタル放送での中継も従来の BS 日テレから BS 富士に移っている。9月11.12日に開催予定だった第7戦は直前に日本に上陸した台風9号による豪雨の影響でサーキットがある小山町の主要幹線道路等が大きく被害を受けたことから9月9日に中止が決定された。 レースを開催することで災害復旧作業への悪影響が想定されるとして、小山町役場から中止要請もあった。同レースではタイアップイベントとして新日本プロレースの試合なども行われる予定だったが、それらもすべて中止となる。なお、大体レースは開催しないことが9月13日に決定した。レースの中止が決定した後に、 小山町の復興支援として、複数のチャリティーイベントが実施された。これらのイベントの収益はすべて GT、アソシエーションを通じて、小山町に寄付される。中止に伴う情報体アイコール B、ブリジストン、Y、横浜、D、ダンロップ、M、ミシュラン、H、ハンコック GT500、GT300、GT500、GT300。ありがとうございます。